ルル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 スクワットでは足が太くなっちゃいましたね。これ飯島さんが 49.3 センチだった飯島さんが53センチになっちゃって約4センチも太くなったんだね。まあいわゆる筋肥大、筋肥大って言ってもですね、皆さん覚えていきましょう。2種類あって筋繊維がグラッと筋トレやってね、超波回復で筋繊維自体が拡張拡大して大きくなる筋肥大と、例えばグラーってトレーニングねグラーってやって、その瞬間瞬間一瞬血液の流入とか組織体液とかっていうようなものが流入していく、その状態の要は形が変わっただけ、筋肉の繊維が増えたわけじゃなくて血液とか体液が流入した結果でこの体積が一時増えるというような筋肥大と2種類あるんですね。どっちにしてもその筋肉が大きい状態でね、この間やったみたいにズン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 っていうふうにスクワットしてると足が太くなっちゃう可能性があるわけ。やり方もいろいろあるけどね、こうやってまっすぐやるタイプとか、こうやって斜めにやるタイプとか、例えばワイドにしてワイドにしてワイドにしてこうやるのとかいろいろあるんだけど、いろいろあるんだけど、これ見てみて、スクワットを20回やったんだね飯島さん。そしたらなんと約4センチも太くなったんだね。そうするとこのトレーニングを繰り返していれば当然筋肉大きくなったり、そこに組織体液、むくみ、浮腫ですね、血液とか体液とかがそこに溜まることね、そういったケースで上半身に比べて下半身がちょっとそれと大きい私ってことになるじゃない。なので今日はスクワットじゃなくてこれやろうぜベイベーっていうコーナーです。スクワットで足が細くなると思ってやったのに、金子さんこれ細くなんないの。そうなりにくいよね、だって膝の前の筋肉が大きくなるから。じゃあここはお尻、いいお尻、足が細くて綺麗な足になるようなトレーニングがあったらやるでげしょ。じゃあそれを今日も飯島さんに登録していただきながらやっていきたいと思います。飯島はい、じゃあ飯島さんもこの間みたいにもののサイズを測りたいと思います。サイズをちゃんとね平行に測っていきたいと思います。ほら水平だよね、 49.5 だね。まあこの間とほぼ一緒、 49.5 水平ですかね。チェックしてみましょう。監督水平ですか。ちょっと待ってください、水平です、水平。それではエクササイズ教えたいと思います。はい、スクワットの代わりに足が細くなるエクササイズのコーナーでございます。皆さんは飯島さんの真似をしてねトレーニングしていただきたいと思います。今から効かせるのはももの後ろ、ももの後ろの筋肉に刺激を入れていくので、足を骨盤の幅にしていただいて、この足を上に上げていきます。お、上げるとねお尻のここに力が入るわけ、上臀部、上のお尻の部分、そしてだいたい後面に力が入るわけ。そうすると人間って面白くて、こっち側に力が入ってるとこっち側抜けてんだね、これ抜けてんだね、これ、これを相反抑制って言います。勝手にこの力が抜ける、ももの後ろの筋肉と電筋に力が入るとこちら側の筋肉への命令が少なくなります。そうすると結局こっち側は活動性が増えるけどこっち側が細くなる。そしたらばこれをどうするかっつうと、いきましょう、これを上げていただいたらこれを単純な話交差します。せー、10回1、はい、2、はい、これでお尻と3、はい、シュート続けて、お尻と腿の後ろ同時に鍛えます。あと内転筋も鍛えられます。同時に1、2、3、ネイサンス、これなかなか鍛えられますよ。これお尻、もも裏、内もも、はい、オッケー。ちょっとつないでね、これがパート1。続いて2、皆さん水泳はやったことあるかな。ちょっとそれ似てるね。このまま足上げて、腰から反ると痛くなっちゃうから腰はあまり反りすぎないように
ちょっとお腹に一瞬力を入れるといいね。そうね、お腹に一瞬力を入れて、ここから上げていこう。お尻から上げていきます。そしたらやることは非常に簡単で、もう私はベッドの上でクロールしてるわよという感じで、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、返すんで、こんな感じ。もう一回一郎さんやってくれる？1、ほら、もも裏パンパンです。3、4、で、ももの前には力が抜けてる。4、5、6、ね、7、ここに力入ってる、こっちは力抜けてる、抜けてる、9、10、はい、OK。 これだけでいいね、これだけでいいね。さあ、継続してみよう。ももの後ろ張ってる感じがしますかね。じゃあちょっと横向いてもらうと、お尻なんかも結構力これに入ってますね。入ってる感じしますよね。はい、じゃあももの太さを測っていきたいと思います。さっきは 49.5 だったんですけど、水平を常に確認していきたい。はい、水平確認、水平、48.0。お、1.5、あいえー、拍手、細くなりました。どん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 、拍手が見える。ね、この細くなった感じ、わかると思うんです。飯島さん、自分でもも触ってみてください。全然柔らかい。柔らかいね。柔らかい。硬かったです。そう、柔らかいですよ。これね、やってもらうといいんですけど、使った逆がめっちゃ柔らかくなるんですよ。なんか、ももの前って硬くなる傾向があるじゃないですか。歩いたりしてると。という感じです。なので、もも裏の筋肉、お尻の筋肉を同時に使うの、さっきやったエクササイズ、2種類。あの2種類をやっていただくだけで、実はスクワットするよりも、足が細くなるという継承でございました。ストレッチは科学だ。金子と飯島でした。はい、橋飯島さんに、ウェイウェイ。